ロンリネス、どうもどうもよろしくお願いします。さあ本日のゲスト、ぺこぱの松陰寺太夫さんとシュウペイさんです。よろしくお願いします。どうもぺこぱの松陰寺太夫です。そしてこちらが井戸からやってきましたシュウペイです。いや本人が言ったら事実です。シュウペイです。お願いします。よろしくお願いします。今日さて本日はですね、SMBC モビットと映画貞子 DX のコラボレーションイベントということなんですけれども、はい、楽しみですよね。いや嬉しいですね。今日もたくさんのね貞子に集まっていただいて本当にいやそんなわけねえだろって言うけど実際わからないぞ。どうですか、髪が急に伸びるかもしれない皆さん次第ですからね、はいはい、でもいろんなコラボ企画あると聞いてるんで、はい、めちゃめちゃ楽しみです。はい、楽しみですね、はいはい、僕もね実際貞子シリーズがめちゃめちゃ好きなので、はい、はい、好きな、なんかいろいろなんかね、うん、これあれあれ何？なんか聞こえるよ。なんか変ななんか声というかなんですかこれ？なんか音聞こえますよね。なんか鳴ってない今。聞こえません皆さん。なんか嫌な。え？何？なんか変な。何なの？え？俺嘘。何も知らない。ああ。来た貞子。ちょっと来た。みんな大丈夫？うわちょっと、うわすごい、誰か、いやだ怖い、助けて、うわ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 、さあお待たせいたしました。いやでもアクリルは超えない常識者あーよかった、一応超えてこないでよかった。これあったからね、怖かったですよ。さあ本日のゲスト映画貞子 DX より貞子さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。あーよかった。いやーぺこぱのお二人、貞子さん駆けつけてくれました。いかがですか？もう僕本当に以前から僕も見てたんですけど、いやそうです、移動の中から出てきて、さらに画面から出てきて、今もう目の前にいるのめちゃめちゃ興奮してます。うわちょっと怖いっすね、実際に言うと。実際に言うと怖いな。貞子さんシュウペでーす。あやめてもらっていいですか？やってくれんのかい。あの世界観、いや貞子さん、お二人のコメント聞いていかがですか？貞子さんも俺のこと知ってるんかい。貞子シュウペイポーズしてくれました、ね、そう、俺貞子シリーズ好きだから嬉しいよ逆にご本人登場みたいな、い嬉しいな。でも貞子さんも嬉しそうですよね。本当ですか？うわよかった。さあそしてぺこぱさん、今日はですね、はい、まだまだゲストがいらっしゃるんですよ。いやもういないでしょさすがにね、今日は僕らだけじゃないんですか？俺らと貞子じゃ何の言うかよく分かんないから。なんかえお確かに喋れないからね貞子は。貞子さん、こんにちは。うわヤッホー、貞ちゃんヤッホー。あ、じゃあすいません、さあ本日のスペシャルゲスト、SMBC モビットの CM に出演され、映画貞子 DX でも主演を務められます小芝風花さんです。よろしくお願いします。こんにちは。お願いします。あの今回貞ちゃんのライバル役の小芝です。お世話になります。みくりちゃんもまた貞子来たかと思った。上だけ白だけどね。もう名前言わなかったらちょっと貞子かと思っちゃって、はい、いやでも貞ちゃんって呼んでましたね今。そうすごい仲良しで。あもう仲いいんですか？はい、あの作品ではバチバチしてるんですけど。なるほど、はい、貞ちゃん確かにね。そうなんです、はい、でも貞子さんもすごい嬉しそうですよね。いやいやいや、キュンって、いやキュンやるの、キュン、うん、手先器用だな。何でもやってくれます。さあということでこれで本日のゲストが出揃いました、はい、皆さん改めましてどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。主役を務めていらっしゃる小芝さん、はい、待ち遠しいですよね。そうですね、あと少しでドキドキワクワクしてます。やっぱ貞子シリーズ大人気なので、あの皆さんもうちょっと待っててください。はい、待ちきれないですよもう。そうですよね、貞子さんも楽しみですよね。楽しみですって。はい、なるほど。楽しみだようです。文字に起こしましょうか。起こしましょうか。さて今作の映画貞子 DX では SNS を通して呪いのビデオの怨念が拡散され、小芝さん演じる IQ200 の天才大学院生が呪いの方程式を解明すべく奔走するというお話なんだそうです。 SNS で拡散していくというのが現代ならではですよね。ぺこぱのお二人も楽
しみじゃないですか。いやめちゃめちゃ楽しみですね。もう映画の中ではもう2人ともバチバチにね、はい、戦ってますけど、はい、今日仲がいいんですよね、はい、いろんな2人の関係を受け入れよう、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あの小島さん、撮影の時の雰囲気とかはいかがでしたか。そうですね、あのホラー作品って撮影中になんか怖いことが起こるような、うん、はいはいはい、イメージがあったんですけど、はい、多分貞子さんが怖すぎたのか、はい、悪霊みたいなの寄ってこなくて、すごくあの和気あいあいとなんかあったのかなと思いましたよね今期待しちゃったけど、まあでも多分貞子さんの方が強くて、あの平穏に撮影が進みました。よかった。本物のお化けも貞子さんがちょっと怖くて逃げちゃったのかと、はい、なるほど。うわー、よかった。ありがとうございます。貞子さんも撮影楽しかったようですよね。はい、あの実は司会者の方もどういうつもりで振ってるんですかね。喋んないのもう分かってますよね。言ってますわ。シュウペイさん分かってるのさっきから。言ってます。言ってる。なんて言ってる。あのお弁当が美味しかったって。世界観。お弁当美味しかったって。はい、ありがとうございます。でもなんだか映画貞子 DX を見る楽しみが増えたような気がいたします。はい、ありがとうございます。はい、さて、はい、楽しみが増えるといえば、今日から SMBC モビットとコラボレーションということで、はい、いろんな企画が始まるんですが、そちらも楽しみですよね、小島さん。そうですね。まさか私が出演させていただいている SMBC モビットさんとその映画貞子 DX がコラボするなんて思ってなかったので、なんかこんなイベントしてるのもなんかまだちょっと夢心地というか、なんかでも盛り上がっていけたらいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。